助けて、助けて、陰陽師さん。さあ、この夢も食わせろ。お願い、助けて、陰陽師さん。助けを呼ぶ声ですか？ああ。以前、夢の狭間に行った時に、胡蝶のせいに出会っただろ？それって、私が悪夢にうなされていた時。どうも、あの者が夢の中で必死に私を呼んでいるようなのだ。なるほど。夢とはおぼろげなもの。あまりはっきりとは思い出せないものですが、生命さんがそう思うなら何かの啓示という可能性も高いでしょう。生命よ、その話興味があるな。詳しく聞かせろ。これは広政様。広政、もう体は大丈夫？あ、心配かけちまったな。興味があるというのはどういうことだ？ここ連日都の貴族の間で悪夢が流行っているんだ。いわく、あまりにも恐ろしい夢を見るので、眠ることすらできないってやつが続出でな。調査を命じられたが、なんせ夢のことだ。どうしていいかわからない。悪夢ですか？なんでも、世界が恐ろしい怪物に食われていく夢らしい。また孤独死みたいなのが悪さをしてるってことですかね。それは何とも言えないな。だが胡蝶の姓は夢の世界に住まうも、その異変と何か関係があるかもしれない。ヤオビクにまた手を貸してもらえるか。一つ試したいこともある。もちろんいいですよ。ですが試したいことですか？ああ、そのために私の夢を覗いてもらいたいのだ。ここが生命の夢。なんというか薄気味悪い場所だな。いつも陰気なことばかり考えてるからこんな夢を見ちまうんじゃないのか。ここ最近はあまり寝つきも良くなくてな。そう、黒生命、あいつと出会ってから。どこかの図太い誰かと違って生命様はとても繊細なのです。なんだ、それは誰のことだ犬っころ。だから琥珀は狐です。狐だったら狐ですってば。なんだろうこの夢、私が見ていた悪夢にどこか似てる気がする。それで試したいことというのは？その前にまずは夢の客人をもてなすとしよう。客人ですか？よかった、陰陽師さん、やっと夢に来てくれた。助けて、あいつが全ての夢を食べてしまう。おいおい、落ち着けって。夢を食べるですか？このままじゃ夢の世界がなくなって、みんな夢を見ることができなくなってしまうの。なんだ？大変、ここにもあいつが来た。気をつけて陰陽師さん。何ですかこれ？これはまさか夢食い？人の悪夢を食べる鬼です。ですがとてもまがまがしい。夢見て。いただきます。たくさんの夢を。さあ、この夢も食わせろ。せめ、来るぞ。目覚め、時は来た。Move!
生たち。強説よ。麗しき夢。飛べ。私の小鳥たち。三中古神。引きあらず強者。飛べ。私の小鳥たち。呪符タイム。行け。強説よ。飛べ。私の小鳥たち。少々。引きあらず強者。休んでくださいな。空中に寄りつれよ。夢見て。いただきます。飛べ。私の小鳥たち。行け。強襲よ。私の小鳥たちよ。引きあらず強襲。ここは私に任せて。心配ご無用です。バッチョン御決壊陣行け。強敵よ。私の踊りたち。呪符タイム。麗しき夢。引きあらず強襲。飛べ。私の踊りたち。この少女。飛べ。私の踊りたち。行くぞ。これはうまい夢だ。暗くて深い闇の味がする。なんだこいつ、生命の夢を食って回復してやがるのか。うまいな、一匹じゃないのか。どうしましょう、生命様。こっちだよ、陰陽師さん。私の奏でる音についてきて。生命さん、ああ、ひとまず逃げるしかないから。ほらほら、この夢、すごくおいしい。深い闇の味がする。ここは？以前にも来た、夢の狭間のようだな。たくさんの夢が食べられちゃった影響で、ここもこんなになっちゃってるの。長くいると危ないけど、でもしばらくなら身を隠せるから。どうやらあいつが都を騒がす悪夢の原因のようだな。ですがなぜ夢食いはあんな姿に。夢食いと言っていたな。はい、夢の世界に住み人の悪夢を食べて忘れさせてくれるという鬼です。ですが、先ほどのあれは何かが違いました。とても禍々しくて、ただ無我夢中で夢をむさぼり食っていただけで。生命の夢、食べられちゃってたけど、大丈夫かな？何？どうせ悪夢だ。食われたところで問題はあるまい。だといいけど。どうやらあちこちに嫌がるみたいだな。え？さあ、私と共に戦ってくれ。夢見て。いただきます。私の小鳥たち。飛べ、私の小鳥たち。空中に寄りつよ。うるわしき夢。バッチョ。三中古神。飛べ、私の小鳥たちよ。バッチョ。行け。強説よ。
でくださいな。わっしょ、くそ、夢見て、いただきます。ふっふっ、わっしょ、救急に寄りつれよ。ふっ、飛べ、私の踊りたち。うるわしい夢。ふっ、ふっ、飛べ、私の踊りたち。ふっ、飛べ、私の踊りたち。ボギョ、結界陣。見て、やらず教書。ふっ、飛べ、私の踊りたち。ふっ、飛べ、私の踊りたち。ジュフタイム、うるわしき夢。見て、今日飛ぶよ、私の踊りたち。くそ、飛べ、私の踊りたちよ。ふっ、飛べ、私の踊りたちよ。いただきます。ふっ、眼中個人ギアラズ教書。ふっ、バッチョ、救急に寄りつよ。飛べ、私の小鳥たちよ。ふっ、バッチョ、もっこん少女。飛べ、私の小鳥たちよ。行け、強敵よ。くそ、飛べ、私の小鳥たちよ。ギアラズ教書。ふっ、バッチョ、救急に寄りつよ。飛べ、私の小鳥たちよ。強敵よ。びっくりしました。たく、この状況が悪夢だぜ。それで一体何があったんですか。夢食い、前はあんなじゃなかったの。私と同じようにみんなの夢を旅しては悪夢を見つけてそれを食べてくれてたの。でも少し前にすごく大きくて暗い夢を見つけたぞって喜んでて、それからなの、ああなってしまったのは。すごく大きくて暗い夢ですか。夢食いのせいで夢の狭間は穴だらけ。このままじゃ夢の世界が食べ尽くされてしまう。なんとか、なんとかしないと。なんとかってどうすればいいんだ。夢食いは腹いっぱいに悪夢を食べることでその数を増やしていくといいます。ですが最初の一匹を退治すれば増えた夢食いは夢に帰るそうです。最初の一匹か。なんだ。大変、この音はまたあいつが出た。見つけた。まだまだ食い足りない。お前の悪夢をもっと食わせろ。生命、カグラ、助けて。ここは国屋山か。みんな無事なのか。一体何が起こりやがった。お兄ちゃん、カグラ、お前まさか俺のことを思い出したのか。うん、ようやく会えたね、私のお兄ちゃん。やはりお前は俺の妹なんだな。そうだよ、ずっと会いたかった。俺もだ。5年前いなくなったあの日からずっとお前を探していた。安心してお兄ちゃん、もういなくなったりはしないから。だからずっと一緒にいようね、深い深いこの夢の中で。ここは
あの時の悪夢。娘、悲しき宿命を背負った生贄の娘よ。誰？もう間もなく時は来る。お前は再び我が魂へと帰る。いや、来ないで。私はずっと生命と一緒にいる。あんな場所、もう戻りたくない。無駄なこと。どれだけあがいても、魂が闇に落ちた者の行く先はただ一つ。ただ闇に帰るしかない。その日を待っているぞ。我が魂のかけらよ。いや、助けて。生命。ここはどこだ？確か、闇に飲まれてしまったはずだが。ん？あれは？あなたは誰？私は陰陽師、生命だ。残念ながら、それ以外のことはほとんどわからないのだが、どうやら、すっかり記憶を失ってしまっているらしい。なぜ自分がこんなところにいるのか、それもわからないありさまでな。そう、奇遇ね。私も自分のことがわからない。気がついたらこの場所にいて、あなたが目の前に立っていた。お前、名前は何というのだ？カグラだったと思う。そうか、カグラ。どこか行くあてはあるのか？ないわ、そんなもの。ならばついてくるがいい。ひとまずここから出るつもりだ。なんとなく頭に引っかかっている場所がある。そこに行けば何かわかるだろう。あ、そうね。どうせ私には何もないもの。だからあなたについていくのも悪くない気がする。あれは過去の私たちか。そうだ。あの時、記憶を失い途方に暮れていた私の前に立っていたのがカグラだった。彼女の中に垣間見えた深い悲しみと陰の気を持つ魂。それに触れたことで、私は自身が陰陽師であることをおぼろげに思い出したのだ。だが、依然記憶は失われたままだ。陰陽師、生命。一体私は何者なのだろうな。そうだな。もう何もかもどうでもいい。すべてを忘れたまま、ここで静かに眠るのも悪くは。生命さん、ご無事ですか？よかった。ようやく見つけた。こちらです。急いで。この場所に留まり続けると、夢の狭間に取り込まれて出られなくなります。私の曲に耳を澄ませて。シャンシャンシャン、シャンシャンシャン。他のみんなは？それが生命さんと同じように夢の狭間に開いた穴に囚われたままのようです。急いで見つけないと、また夢食いが来るかもしれないから。そうだな。あたりを調べてみよう。何か、残滓のようなものが見つかるかもしれない。ここから、カグラさんを引っ張り上げられそうですね。生命さん、カグラさんに呼びかけてあげてください。わかった。カグラ。カグラ、戻ってこい。カグラ。スネ。よかった。無事だったか、カグラ。夢を見ていた気がする。
すごく恐ろしい夢を。その、助けてくれてありがとう。生命にはいつも助けられてばかりだね。気にするな。私もカグラには助けられているからな。うん。起きろ、我が式神よ。あ、聖兵様。琥珀は寝てたりしてませんよ。無事だったようだな。ごめんなさい。ちょっとだけ寝てました。変な夢を見てました。すごく大きな体になって地を駆け巡る夢を。なんか、聖兵様と三日三晩くらい戦ったりもしたような。なんだ、下克上でも夢見ていたのか？違いますよ。琥珀はいつだって聖兵様一筋です。でももうちょっとあの夢に浸っていたかったかも。どうやらかなり深い部分に囚われてしまっているようです。どうすればいい？聖兵、私に任せて。もう朝か。ったく、お前はいつも乱暴に。目が覚めた？そうか、全部夢だったのか。期待させやがって。ん？どうかしたの？いや、なんでもない。お前、どうやって俺を起こした？ただ力いっぱい叩いただけ。そうすれば起きそうだったから、なんとなく寝ぼすけにはそうすればいいって思ったの。確かに効果は抜群でしたね。やっぱり変わってないな、お前は。え？いや、なんでもない。ありがとうよ、カグラ。これで全員が揃いましたね。ですが、どうしますか？うん、夢食いを何とかしないと。はい、最初の一匹を見つけることさえできれば。確か夢食いは言っていたそうだな。とても大きくて暗い夢を見つけたと。うん、だけどそれが誰の夢なのかまではわからないの。一つだけ心当たりがある。心当たりだと？ああ、言っただろ、試してみたいことがあると。ここは？すごく暗い。冷たくて怖くて、いるだけで飲み込まれそうな夢。聖明さんの夢からつながっていたこの場所、どこか聖明さんの夢にも似ているようですが。そうだな、多分この夢の主は。あ、いた、夢食いが。でかい。今まで見た中で一番でかいやつだ。悪魔がいっぱいだ。もっともっと食べたい悪魔を、この闇を。生命。なあ、間違いないようだ。あれが最初の一匹のようだな。悪魔はこれで終わりだ。あの者の闇を封印するぞ。悪魔、悪夢だよ。目覚めよ、時は来た。麗しき夢。
飛べ、私の小鳥たち。夢見て、麗しき夢、夢見て。ここは私に任せて、心配ご無用です。ギアラズ教授、麗しき夢、飛べ、私の小鳥たちよ。少し休んでくださいな。待ちそう。やかい。はっ。行け。氷結よ。いただきまーす。麗しき夢。飛べ。私の小鳥たちよ。夢見て。ギアラズ教授、飛べ、私の小鳥たちよ。無業結界陣、麗しき夢、行け、氷結よ。飛べ、私の小鳥たちよ。バッチョ、少女、麗しき夢、夢見て。ギアラズ教授、麗しき夢、夢見て。いただきます。行け。氷結よ。ここは私に任せて、心配ご無用です。バッチョ、欲しい。ふっ、飛べ、私の小鳥たちよ。バッチョ、やばい。はっ、夢見て、麗しき夢。ふっ、ジュフタイム。あら、なんて乱暴な。ギアラズ教授、夢見て。いただきます。行け、氷結よ。飛べ、私の小鳥たちよ。少女、麗しき夢、夢見て。いただきます。麗しき夢、飛べ、私の小鳥たちよ。ギアラズ教授、少し休んでくださいな。行くぞ。ここは私に任せて、心配ご無用です。バッチョ、無行結界陣、麗しき夢、飛べ、私の小鳥たちよ。氷結よ。このままに無休に寄りつよ。飛べ、私の小鳥たちよ。あれ、僕は今まで一体何を？ん？あれ、胡蝶のせいじゃないか。久しぶり。今日は楽器を弾いてないのかい？よかった。ゆめくい、元に戻ったみたい。やはり、この悪夢が全ての元凶だったということか。だけど、この夢は、一体誰の？我が領域に土足で上がり込んでくるとは、無粋な男だ。お前は、黒生命。何、異種返しというやつだ。以前、お前も私の夢に来ただろう。お前が私の夢に現れたということは、
その逆もまた可能だと思ってな。なるほど。少し甘く見ていたようだ。だが、二度目はないと思え。もちろんだ。互いに勝手に夢を荒らされては、おちおち夜に眠ることもできないからな。夢の主が目覚めようとしている。どうやら、今宵の夢はここまでのようですね。黒生命、最後に一つだけ聞かせてもらおう。お前は、都にあだなす者なのか？だとしたらどうする？生命よ。もちろん、決まっているさ。都を脅かす闇を払うのが、陰陽師生命の役目だ。ならば我を止めてみせろ。夢は覚め、都は闇に包まれる。その日は遠くないぞ。